チャンネル。幼稚園に入って、うん、幼稚園の時はもうでも割と活発な子でしたね。超えてましたね、ちっちゃい頃は。え、そうなんですか。結構大きかったんですか、もう身長も。いや、身長はそうでもないんですけど、割とこうぶっくらした感じ。もうその時からスニコス寝てましたね。いやいや大脚で。いやいや大脚で、はい、こういう感じで。そんな感じで。ちょっと太り気味だけど動いてたってことですね。そうですね、うん、スポーツは好きでした、うん、走るのも好きでしたし。その時の夢とかあったんですか。幼稚園の頃でもね、その時から僕働く王様になりたかったみたいですね。働く王様。はい。それはどういうことですか。よく働いて王様になりたいという。働く王様って聞いたことないですよね。ないです。裸の王様ってありますか。裸ではない。働く王様。まあ、歯つながりでそうかなと。父の働いてる姿を見て、うん、なんか大人になったら絶対働いて、うん、絵本の影響を受けて王様になりたかったっていうような感じで、ね。お父さんは何してたんですか。服のデザイン、営業みたいな感じですかね。その姿を見て働きたいなと。子供ながらに思ったと思います。そこから小学校。小学校です。小学校に行くと決めたんですね。決めましたね。2日ぐらいかけて。ちょっと悩んだ。ちょっと悩みましたね。やっぱ寂しかったでもありますね。あ、小学校行くの。そうなんですよ。幼稚園でちょっとこう校区外のところに僕行ってたんで、うんうん、実際だからその同じ幼稚園の子が小学校にもいなかった、うん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 、ちょっと実際ちょっと寂しい思いはありましたね。それは兄弟みんなそうだったんですか。そうなんです。全員そこの幼稚園に行ってて、うんうんうん、はい。で、小学校に勇気を振り絞って行ったわけですね。行きました。入学式の日に、前こそよく忘れましたけど、双子の喧嘩しまして、うん、殴り合いして、お互い目を怪我して、怪我したので親が当然お互いに謝りに行って、うんうん、でもその子とめちゃめちゃ仲良くなったっていう。入学からそう、またね、そんなことがあります。6年間長かったんですか。3年生の時にもともといたところから引っ越して転校したんですよ、うん、転校してからもう中学生ぐらいまではちょこちょこあったりしてました。うん、うん、はい、比較的本当仲のいい子でした。うん、はい、体型はずっとそのまま。小学校入ってから細身になりました。多分運動量が増えたんでしょうね。動くのすごく好きやったので、うん、僕だから小学校でもともと野球やってまして、うん、チームで4番でキャッチャーキャプテンみたいな、中学校の公式の野球部のところからこう誘いをいただいてたんですけど、うん、坊主にするのが嫌です。悩んだ結果野球はもうやめようと。中学1年生の時は特に何もしてなかったんですけど、中2の春に新任教師みたいな方がキックボクシングやってまして、ですごく優しい先生で、なんかスポーツはしたいなと思ってて、その先生に話をしたら、まあ、格闘技も楽しいよっていうところで、うん、身振り手振り教えてもらったりとかして、うんうん、で自分でジムに行ったっていう流れですね、ボクシング。で、うん、兄もちょうどその時あのボクシングを始めてて、ちょうど同時期に。そうです、兄の方が早かったんで、うんうん、でちょっとお兄ちゃんへの憧れもあったり、うん、もう半年1年弱ぐらいで高校受験があったので、ちょっと初めて、生まれて初めて勉強ちゃんとしようと思って、うん、勉強するのでちょっとボクシングを行くのもおろそかになってしまって、うんうん、ちょっとジムはそこから退会したっていう。あ、それでやめたんですか。そうです、やめました、ね、そこから、うん。ここの思い出はね、記憶はなくて、こう周りの子がこうやってることが面白くなく見えちゃって、なんかこう学校行ってもどんどん寝てましたね。それはでも行きたいとこに行ったんですよね。そうです、そうです、行きたいとこに行ったんですけど、そこはボクシングやってなかったんですか。そこはボクシングやってなかったけど、家の近所のフィットネスジムに行って、うん、体を鍛えてました。ジムに行ってたんですか。そうです、ジムに。高校から進路みたいな、はいはいはい、なるじゃないですか、はいはい、高校卒業するときに中学校の時にやってたボクシングをプロとしてやってみたいな、もう卒業と同時に始めて、でも当然ボクシングだけでご飯食べれないので、うん、アルバイトしなあかんってなって、うん、案を開いて、うん、家の近くを調べてたら整骨院の求人があって、うん、ボクシングする上で体のことちょっと知ってるのがいいかなっていうところがあって、整骨院に就職させていただいて、うん、なるほど、体には興味があったってことですね、うんうん、どうなんでしょう、そんなにでもめちゃめちゃないですけど、ほんまにたまたま近くで会ったっていうだけですね、うん、これも本当にご縁やなと思いますけど、ね、はい、言ったらボクシングの方が主体じゃないですか、はい、になってたんですけど、ね、今回はここまで。次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。次回もお楽しみに。